令和元年10月19日大阪鶴見緑地球技場にて 2019X リーグディビジョン3ウエストクラブアイランズ対大阪府警シールズの一戦が行われます。試合開始16時25分キックオフ予定です。本日は鶴見緑地球技場、ただいまから試合開始前のコイントスを行います。ただいまより NFA 日本社会人アメリカフットボール協会、手前側カラーネイビーのユニフォームがクラブアイランズ、本日の第3試合アイランズ対シールズの試合を開始いたします。奥側ホワイト、バックスタンド側が大阪府警シールズです。キャプテン、バイスキャプテン、審判団によりまして、コイン試合前のセレモニーコイントス、前半ファイナル大阪府警キックオフ、アイランズリターンで試合が始まります。ホワイトユニフォームシールズのキャップで試合が開始されます。なお本日1クォーター10分の正式ゲージ、4クォーターで行われます。パス成功。パス成功。パス成功。ファーストダウン。ハイランズファーストダウン。キックレングス30ヤード。キック成功、3点獲得。クラブアイランズ3点、大阪府警シールズ0点。ナイスラン、ファーストラン。アイランズファーストラン。パス不成功。ここでパンダ99番プレッシャーから急遽ランに切り替えましたが、アイランズこれをカバーしパントを蹴らせず、大阪府警陣20ヤード付近での攻守交代となります。大阪府警ファーストダウン。キック失敗、フィールドゴール失敗で攻守交代です。ハイランズファーストダウン。ハイランズファーストダウン。ハイランズファーストダウン。クヤード。インターセプト。攻守交代。パス成功、ファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。タッチダウン。
クォーターバック15番ショットガンフォーメーションから中央突破、相手タックルが及ばずそのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン、アイランズ6点獲得。スカイビキック大阪府警45番がリターン、このリターンよくハーフウェイ付近でボールデッド、大阪府警ここからの攻撃です。ここで大阪府警ボールをファンブル、このファンブルをしたボールを抑えたのはアイランズ、攻守交代です、ターンオーバー。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、クラブアイランズ10点、大阪府警シールズ0点でクラブアイランズの勝利です。シールズの試合はご覧いただきましたように10対0でアイランズが勝利いたしました。ご来場の皆様、激戦を戦い抜いた両チームの選手にもう一度温かい拍手をお送りください。アイランズは11月4日月曜日祝日布引グリーンスタジアムにて以上のスーパースターズと対戦が組まれています。キックオフは13時です。シールズは11月2日土曜日鶴見緑地球場広島ホークスと対戦が組まれています。17時20分キックオフ予定です。本日は応援ありがとうございました。